その患者さんの術前術後の乳首を見せなさい。はい、ということで先日ツイッターでね、音大生の頂点とセチルトップ1トップ2ね、どっちなんだっていうぐらいの張り合いを見せる高須美希也ってやつがいるんですけど、そいつね、お父さん、高須克也さんっていう方がツイッターの方で包協しているアカウントに、ハイブリッド包協は私が開発した包協だから、この患者さんの乳首を見せなさいみたいなツイートをして大炎上ね、果たしたんですけど、やっぱり私、音大生の頂点、 YouTube、Twitter、Instagram、Twitter はじめ全ての SNS で女性の味方をしている美容アカウントとして、この件に触れないことはできないんですよ。名古屋にもね、こうやってファンがいっぱいいますよね。そんな中で女性が注目している話題があったら触れないわけにはいかないということで、本題者の情報でね、高須クリニックがツイッターの一般女性の方と揉めていた件について白黒はっきりさせてもらおうかと思います。ということでね、音大生の情報でね、2月23日ドラムのサポートメンバーをね迎えに行くついでに、こんな田舎の僻地まで来てオフラインイベントやったんですが、名古屋といえば高須美希也克也の本拠地高須クリニック名古屋院があるんで、おい気持ちいいかー。ということでね、昨日冬便で喉も潰しちゃってね、苦しい中高須クリニック名古屋院に入りまして、何にもね、いたずらとかじゃないですよ。普通に音大生の頂点自身もね、この顔にね、至るところに肌は綺麗だけどほくろがいっぱいあるでしょ。これね、小学校2年生から中学校3年生のね、8年間野球やってまして、の日焼けの方でちょほくろがね増えちゃったんで、まあダーマペンはほくろじゃないか、まあほくろ取ってダーマペンでねほくろ取りたいなみたいなのもありますんで、正当な理由を持って高須クリニック名古屋県の方に行ってこちら戻ってきました。はい、理想の美へ近づくためにってね、このすげえ分厚いねパンフレットね、もらったんですけど、やっぱりね、金回りいいね、高須クリニック、金回りいいね。もうこんなね、こんな分厚いね、六方全書かよってぐらいね、六方全書ですかいっていうぐらいのね、分厚さのパンフレット、こちらね、ご自由に持っていってくださいってことでね、お言葉に甘えて、ちょっと持って、来させていただいたんで、家の方でね、こちら熟読してね、顔面のほくろ取り、そして、この、ニキビ跡ですよね。もう若かりしる頃に、いっぱいいじくり回しちゃった毛穴の方をね、ダーマペンで埋めて、で、背中のね、粉瘤っていうのがあるんですけど、背中の粉瘤もね、ゆくゆくは取りたいかなと思いまして、名古屋院のね、入り口まで行って、このパンフレットをもらってきたんですけど、いい場所にあんねーと思って、パルティエとか、ロイベとか、いっぱいね、ブランド物が、いっぱいで、ディオール、ルイ・ヴィトンですよ、あっちには。そのハイブランド4つ並んだ上に鎮座してました。とんでもないね、これ。何インターネットの一般人と争って、プチ炎上してんだよ。そんなんでいいのかよ、勝也さんにはね、ちょっと、何にもね、関わりがないんでね、ちょっとこう言っちゃね、あれなんですけど、そっちの息子、捨てちるの、高須美希也、こっちは面倒見てんだぞ。なんで、ちゃんと、ね、お礼の1個ぐらいね、ちゃんとよこしてきてもいいんですが、ミキヤといえば音大生の頂点のね、肩を並べるぐらいのトップオブステハゲチルドレンなんですけど、もう今回の件でもちろんね、ミキチル、高須ミキヤさんのね、ファンのミキチルとか、それこそね、師匠の方もね、師匠も動画で出してました。ステチルがね、騒いじゃってもうとんでもないんだよみたいなね、騒いでたんですけど、音大生の頂点のね、音チルも騒いじゃってんで、どうしてくるんだ、こんなね、とんでもない騒ぎを起こして、こっちがね、下々のね、まだお金も全然ない下々の音大生の頂点がこうやって、ね、消火活動しないといけねえんだよ。そこらへんね、ちゃんと理解してもらわないと、こんなね、何回も上の方で何回も炎上騒ぎ起こされちゃうんじゃ困っちゃうんでね、うん、ね、今回のまあ反省点ですよね。自分の影響力ちゃんと把握しましょう、和也さんね。だし、なんかあれ、ね、実はね、蓋を開けてみたら、同一人物だったんじゃないのみたいなね、話も出てきてて、ちょっとね、怪しいラインなんですけど、まあ別にハイブリッド包協っていうのは、ね、彼が生み出したっていうのはね、間違いじゃないですし、それを勝手に、どこの馬の骨かもわからないクリニックがやっていたっていうのは、もう確かにね、もう許されざる行為ですよ。ね。ということで、ね、そちらの方、ちゃんとね、線引きもして、ね。住みよいインターネットライフをね、俺たちで作っていくんだ、おい俺たち作っていくぞーって。だからね、音大生の頂点、こちらのパンフレット、熟読して、まあ、名古屋、もう一回来るかわからないんだけど、とりあえずね、せっかく
俺もね、美容整形の方して、ニキビはね、こうやってないんですけど、あのバカみたいにね、現代のね、女みたいにね、ニキビ減らしたいとか言うくせにね、バカみたいな飯食ってるね、ザコとは違って、女ですね、健康的なものしか食わないし、水もいっぱい飲むから、これニキビはないんですけど、ちょっとね、ほくろ取って、背中のね、粉瘤取って、ダーマペンでね、肌ツルツルにして、まあね、このね、髭はね、日本一ね、似合ってると思うから、これは取るつもりないんだけど、そんな感じで、もしかしたらね、せっかく美容整形するなら、ここね、こちらの高須クリニック名古屋院さんの方にね、お願いするかもしれないんで、その時はね、ミキヤ勝也、よろしく頼むぜってことで、はい、じゃあ、今回、せっかく名古屋県にね、来たタイミングで、と思って、高須クリニック名古屋院さんの方にね、入り口まで足を運べて、よかったです。ということで、ヤマト、いつものやってみようか。ちょっと一回置くね。オンダイじゃんけん、じゃんけんぽい、